な持ってるの。ダメよ、せっかく買っても3日で飽きるんじゃない。おもちゃ買ってよ、買うまで動かない。それじゃあママは先にお家に帰ります。欲しいな。自分のお小遣いで買えばいいんじゃない。おう、この前1000円渡したでしょ。毎月1000円のお小遣いってことは、6000円のゲームを買うためにどのくらい待てばいいの？6ヶ月ってどのくらい？家にいいおもちゃがいっぱいあるから捨てないと。家のおもちゃは捨てないけど、買ってたパパしちゃうわ。それでも結局買ってしまうわ。これがさ